外的外傷後ストレス症候群 PTSD、 強い恐怖や無力感、悪夢障害、また戦慄を感じたりと様々な症状があるこの PTSD は、通常の範囲を超えた極端なストレスを体験した後に発症する精神的な病気です。よくある例では戦場から帰ってきた軍人さんなんかがこの PTSD に悩まされることが多いようです。そんな PTSD を幼い頃から患っていたダニエル・ヘルナンデス、そう、あのテカ69、彼は幼少期の頃に父親を殺害されたということのストレスにより先ほど話した PTSD になってしまいました。そんな彼は現在スニッチ野郎のレッテルを貼られ、ギャングからは命を狙われています。しかしテカ氏はさらに世間を煽ったり、ギャングを挑発したりと奇行とも言えるような行動が話題となっていますが、本日はこんなテカ氏の行動や言動からアルフレッド・アドラーが提唱した個人心理学の安直な優越性の追求についてお話ししていこうと思います。ってどんな流れだって感じですが、本日の動画を最後まで見ていただければ、ブランド物で身を包みたくなる理由や自分を悪く見せようとする理由、まあ俗に言う非行に走っている人や乱暴な人、自慢ばかりをする人の心理がわかります。本日もどこかの誰かが役に立ったとか気持ちが楽になったとなるような情報を発信できればなと思います。はい、皆さんこんにちは、秋岡ラッパイジャイことエイジです。本日もインターネットビジネスとか企業とか副業とかヒップホップに接するお話をしていきたいと思うんですけど、本日はですね、冒頭でお話した通りテカ氏のお話になるんですけど、テカ氏のお話とあとですね、アルフレッド・アドラーの、個人心理学っていうところから安直な優越性の追求についてお話をしていきたいと思います。はい、でですね、ちょっとビジネスとは違うんですけど自己啓発に近い話になるんですけどね、前回の動画でこういった感じのメッセージいただきました。まあね、この動画を見て、まあ、気持ちがちょっと楽になったみたいな感じがあったので、まあ今回もですね、そんな感じで、まあね、誰かの役に立ったり、まあね、そうやって楽になったとか、そういう人たちがいればいいかなと思ったので、今回もですね、アドラー心理学をちょっと混ぜ込んでお話していこうと思います。あと、僕がハマってます。はい、という感じでですね、ちょっと今日のお話難しいかもしれないんですけど、まあ最後まで見ていただけるとね、まあ先ほど言った、まあ、そのブランドで着飾ったり、あとね、この、悪そうに見せたりとか、まあそういった人たちの心理がわかるみたいな感じの動画になっておりますので、よかったらですね、最後まで見てもらいたいと思います。では本編の方行きたいと思います。こちらです、どうぞ。テカ氏と同じブルックリン出身のラッパーデイブ・イーストは髪型も普通でタトゥーもなかった、部屋の隅に座っていた普通のカメラマンだったとテカ氏の第一印象について話していました。それ以外でも昔はあんなやつじゃなかったというテカ氏を昔から知っていた人たちの証言は少なくはありません。確かに昔の写真を見てみるととても今のテカ氏は想像できませんよね。健全で普通の青年っていう感じです。しかし現在は全身に200以上の69のタトゥー、ギャングに入りいくつもの犯罪を犯し逮捕され、その後ギャングの内情を司法取引で暴露し、釈放後にはスニッチ野郎のレッテルを貼られ、そしてギャングマンたちからは命を狙われているテカ氏。このことについては以前動画で話した通り、テカ氏は自身でラッパーとしてのキャリアのためと言っていましたよね。テカ氏は自身の過去の経験や貧困な生活からラッパーという形で成功の道を選び、そのため自身を売り物として悪役を演じて全身にタトゥーを彫り、ナイトトレイギャングスタブラッツのメンバーにまでなったわけです。とここまでは以前いろいろな動画でお話ししましたが、本日はここからが本題です。テカ氏は司法取引で釈放された後、そのスニッチのせいでギャングから命を狙われています。しかしそんな状態なのにもかかわらず、テカ氏は自身をスニッチキャラとしてそれを売りに音源を出したり、また自身の所在地が分かるように SNS で現在地を教えたりと身の程知らずの行為が話題となっていましたが、先日さらにラッパーのリルダークがインスタライブ中に驚くべき発言をしました。なんとテカ氏のチームからテカ氏とビーフをしてくれと言われたらしく、その報酬は300万ドル、つまり日本円で3億円ちょっと。リルダークは俺はストリートを裏切らないということでこのオファーを断りましたが、なんとリルティジョイも同じオファーがあったとインスタで告白。同じくリルティジョイもあいつの金なんかいらんとオファーを無視。もちろんこれが炎上商法であることは理解できますが、テカ氏が取る行動にはもう一つの理由が存在しています。それがアルフレッド・アドラーが提唱した個人心理学で言われている安直な優越性の追求というもので、これは簡単に言うと、どんな人も自分は他人よりも優れてると思われたいという意識が存在しており、これは承認欲求なのですが、その優越性を安直にまた同向へ追求することで行動や言動が気候や非行へとつながるというものです。マズローの5段階欲求でもお話ししましたが、僕たちの欲求は最終段階の自己実現の欲求の下に承認欲求が存在しています。
このように僕たちの欲求には必ず他者から認められたいという承認欲求があるのですが、例えばですが、この個人心理学では真面目に勉強して学校で一番の成績になるのも承認欲求であり、他者よりも自分が優れているということを成績や順位というもので自分の立場を他者に見せつけているということなのです。しかしこの自分が優れている状態が作れない人っているじゃないですか。まあ例えば勉強が苦手だったりする人もいますよね。しかし勉強が苦手でも人は自分は他者より優れているという承認欲求があります。したがって勉強ができない側の最強を目指すという行動に走ります。つまり非行や不良ですよね。人間の持つ承認欲求は他者より優れているということが目的であるので、結果的に学校で一番勉強ができるということも学校一の不良でも結果的には承認欲求が満たされるということになります。とはいえ勉強ができない人全員がそうなるわけではないですよね。つまり承認欲求を埋める際、度を超えて安直に求めすぎる人に起こりうるというのがこの個人心理学で言われている安直な優越性の追求なので、身近にいる度を超えた自慢ばかりをする人は自分が他者より劣っているという劣等感から自慢話をしまくっていて、ブランド物で身を固めまくるという行為もまた自分は成功者である、お金をたくさん持っているということのアピールをしていますが、実際は自分はお金を持っているだけでそれ以外は他者より劣っているという劣等感を抱えているのです。そう、結果的に劣等感から優越性をアピールしていることになるのです。なので実際にお金も持っていて知識もある、マズローの5段階欲求の最上階、自己実現欲求までたどり着いている人たちってブランド物とかに全く興味がないじゃないですか。あのホリエモンさんやひろゆきさん、スティーブ・ジョブズだってワークマンで売ってそうなハイネックのロンティーをいつも着ていましたし、マーク・ザッカーバーグは3枚セットで1000円みたいな無地 T シャツ以外正直見たことがありません。これは彼らがマズローの言う5段階欲求の承認欲求を満たしているという表れです。もちろんラッパーたちのブリンブリンやブランド志向はもはや文化であり、ステータスやファッションの一つなのでまた別の話ですが、テカシに関しては過去のトラウマや PTSD などを患っているところから過剰な感じに自身を卑怯者や悪者を着飾っているように感じます。もちろんマーケティングの要素もあるとは思いますが、テカシは難病を患っているファンの子供たちに会いに行ったり、そういった病気と戦っている子供たちの家族を支援したりと、特に子供に関する件で正義感を出しています。このことから病気を抱えている子供や貧困な家庭環境を自身の幼少期と重ね合わせているようにも思えますよね。しかし世間ではスニッチ野郎、卑怯者、裏切り者と言われていますが、テカシ自身はそれを煽ってさらに世間から嫌われようとしています。つまりヒップホップ界一の嫌われ者を演じているわけなんですよ。このことから現在テカシが安直な優越性の追求になっているということがわかるのではないでしょうか。ということで本日は人間の持つ承認欲求をこじらせるとこの安直な優越性の追求になるというお話をしました。本当はそういった人たちへの対処法や、また自分もそうなってると感じた人たちへの対処法なども紹介できればなと思っていたのですが、そこまでやるとあまりにも尺が長くなってしまいますので、本日はここまでにして、また今後ヒップホップの情報と掛け合わせて発信できるようなら本日の続きを紹介していきたいと思います。はい、みたいな感じですね。今日はですね、この、テカシのお話から安直な優越性の追求についてお話しさせてもらったんですけど、本当はですね、そういった感じの人たちをどのように対処するとか、あとは自分もね、そうなんじゃないかなって思った人たちが、まあ、どのようにね、直すかっていう、そういった話も混ぜたかったんですけど、なんて言ったってあの尺がね、長くなりすぎるんで、この倍ぐらい今度話さなきゃいけないので、またね、他の動画で、この続き、こうね、ヒップホップのお話と混ぜ込めるようだったら、またね、続きお話ししていきたいと思います。はい、みたいな感じでですね、最近ですね、まあ、ビジネスやってたらですね、まあ、そこら辺の自己啓発みたいなところに、今現在たどり着きました。まあいろいろやってるとね、マーケティングとかね、あとそのカスタマーサティスファクションとか、まあ、成功哲学とか、まあ、そこら辺ね、あとまあ宗教とかね、そういったものをね、まあ、こうビジネスやってると、まあ、いろんなものボン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 見てくるようになります。で今ハマってんのが、まあ、この自己啓発とか、まあ、アドラー心理学だね、まあ、心理学なんですけど、ね、こういった感じ、心理学とか、ね、行動心理学とかっていうのも結局ね、結構ビジネスとボンとくっついてくると思いますので、
よかったらですね、こちらの本概要欄にですね、ご紹介させていただいておりますので、そちらからよかったら買ってみてください。あのね、これすごい面白いんですけど、対話形式になってます。あのね、鉄人と青年のね、この2人のやり取りみたいな感じの会話みたいになってるんですよ、最後まで。なんでね、本当に読みやすい感じになってるので、よかったらですね、こちら、嫌われる勇気、アルフレッド・アドラーの嫌われる勇気、まあ、超有名な本なんですけど、ね、よかったらぜひ、読んでみてください。ということで、本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。企業からっぱいいじあいことエジでした。また次回もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。俺が異色のヒップホップ系ビジネス YouTuber、いじあいことエジ AKA 釈迦、うん。ビッチもヘイツもゲットもリッチになる語り、みんなの物語にかける拍車だ、You know せなみ。うん。Yeah。